茨城 TV スザンナゆうこのただいま茨城をご覧の皆さん、人気コーナーの一つだったのが似顔絵コーナーだったわけですね。すごい、もうすごい、うまっっていうか、私のことここまでいじる人いないからね、やっぱね。茨城 TV スザンナゆうこのただいま茨城をご覧の皆さんじゃなくて、スザンナチャンネルをご覧の皆さん、どうもスザンナゆうこです。はい、というわけで今日はですね、どんなことをやるかと言いますと、今冒頭でね、茨城 TV って言いましたけれども、皆さんもうご存知ですよね。私3年間茨城県の、やっているイバキラ TV でですね、スザンナゆうこのただいま茨城という、番組のパーソナリティを3年間過去務めておりました。今もですね、新規のファンの方がいろいろ見ましたと、動画も見ましたということで言ってくださると、意外と見てるのがその番組だったりするわけですよ。メンバーとかも順番に遊びに来てくれてて、すごく、人気の番組だったんですけれども、すごくスタッフさんたちにも恵まれて、楽しい3年間だったんですけれども、今日はなんとこの鈴花チャンネルですね、その時のですね、茨城 TV のスタッフさんも違う会社に行ったり、みんなバラバラなのに、この場所に集約してみんなその辺にいます。やった、よろしくお願いしますすっごいなんかもうみんな楽しく生き生きしてくれててめっちゃ嬉しいんですけれども、今日はですね、鈴花チャンネルにしては珍しくスタッフいっぱいの中でお届けしていきたいと思うんですけれども、茨城 TV の中でも結構いろんなコーナーがあったんですよね。思い出写真館とか、気になった方はこの辺のやつ見てくださいで、人気コーナーの一つだったのが似顔絵コーナーだったわけですね。似顔絵コーナーってどんなコーナーだったかと言いますと、我々の似顔絵を描いて送ってくださいとリスナーの皆さんに言って、いろんなこう似顔絵が、出てきて、それをですね、みんなでこう見ながらその日の優勝を決めるというような、シンプルなコーナーだったんですけれども、いつの日かその人気コーナーにですね、なぜかこの辺にいるスタッフさんがですね、参戦するようになってきまして、急にその場でね、描いた似顔絵とかをこう出してくれるようになったんですね。その綺麗なスザンナゆうこを描いてくれたり、綺麗なメンバーを描く人は綺麗な画伯といずれ呼ばれるようになり、もうひどい絵を描く人は汚い画伯と呼ばれるようになり、で、茨城 TV のスタッフの中に綺麗な画伯と汚い画伯が登場していき、ツイッターでも人気が出るというようなことがありましたが、実はこのコーナーを、今日はですね、このチャンネル内でやっていきたいと思いまして、事前にツイッターの方で、こっそりと募集をかけてみました。こちらのメールアドレスに送ってくださった方々がですね、今日は何十枚もこう来ておりましたので、その中からですね、スタッフさんが抜粋したイラストをですね、順番に早速行ってみたいと思います。で、今回の募集するときに言ったんですけれども、絵が描けない人こそ参加してほしいと、棒人間でもいいから送れと何でもいいから私に見せてくれと、割とそう、自分の壁を取り払う機会にここの場所を使ってもらえたらいいんじゃないかなと思って期待しております。鈴花チャンネル。さあ、1人目、お名前は阿部慎さん、ありがとうございます。僕のサインもつけてみました。鈴花さんは楽器バンドの皆さんのことを今でも、そしてこれからも応援してます、お願いします。おー、鉛筆がすごい、なんか私が花魁風になっている。確かにサイン入ってますね。複雑ですね、だいぶ左目に入っているこれサインなのかな、これがきっと真って書いてあるね。だいぶかんざしが、いっぱい刺さっているイラストですね。若干目と目の幅が狭い感じでしたねすごく愛のある絵をありがとうございます。続いて、おお、生命のアリアで真紅の月を背景に描いてみました。ペンネームあやかさん、ありがとうございます。生命のアリアの衣装だ、
すごい綺麗。てかもう本当に生命のアリアの衣装の情報少ないのに、かなりあれですね、本物と同じように描かれていて相変わらずすごいな。これはサインペンかな。ありがとうございます。続きまして、すごい、もうすごい、ツイッターハナさん、私自身だ、うまっ。これ私のソロのアーシャの写真ですけれども、やっぱりね、アーシャっていうのはかなりたくさん撮った中でここぞっていう奇跡の一枚を残すわけですけれどもこう私が絵になって生きた証のような、これ部屋に飾りたいレベルで、なんかアーシャよりも色気がありますね。素敵に描いていただいてありがとうございます。続きまして、あ、なんか長いメッセージも一緒だ。ツイッターネーム青のドライバーさん、ありがとうございます。造形部門いいっすね。自分で勝手にこう考えた部門があるんですね。お願いします。おー懐かしい、この方わかる、久しぶりにいただいた。すごいな、衣装が、表情が、これどうやって作ってるんですか。これパーツを組み合わせてんの、すごいですね。楽器もだってちゃんと竿が長めだったり、朝のベースちゃんと高かったり、すごくないですか。センスもクオリティ高いし、そう、ありがとうございます。はい、続きまして、10歳の弟が描きました。公開名サバさん、ありがとうございます。おーピカソ風すごい、私肩幅すごいっすね。すずは、ゆうこすずはなって書いてあるの、ありがとう。アルファベット書けるの。10歳の子から見ると私の目の周りは真っ赤ですね肩からキノコが生えて違うかなすごい、やっぱ小さい子の絵って本当に見たままきっと素直に描くからさ、顎とかとんがってるんだろうねきっとね、印象的にはあとこの分け目とかは結構こう薄めでに描いてくれて、本当に愛のある絵ですねこれ。よく見てるな。続きまして、すっごい、これなんて読むの、緑豆子さんか。いつもありがとうございます。緑豆子さんはイバキラ TV の時も本当に素晴らしい絵をたくさん送ってくださっていて、いつも上手なイラストで、印象にもちろん残っておりますが、歌え人を聞きながら描いたイラストです。来ましたよテーマ。造形部もいましたけど、自身で考えて、この絵すごいなと思うのが、私本当にこういう場所にコロナの時に散歩に行って、そこで描いたので見られてたのかなって思うレベルで、そのまんまなんですよ。本当にこういう服装でこういう場所に行って、誰も乗ってない電車がたまに通過をしてたんだけれども、あーなんか当たり前に歌えてた時よかったなって思ってて、もうこの通りです。皆さんこの通りに書いた曲です。 YouTube 限定で出した新曲なんですけれども、ワンコーラスしかないんですが、ぜひ皆さん歌え人、まだ聞いてない人は聞いてみてください。よろしくお願いします。続きましてマクマクさん、ありがとうございます。なんかいつもライブに来て楽しんでるっていうことをおっしゃってくれているのですごく印象的ですが、多分絵を送ってくれるのは初めてなのかどうなのか、起死回生出た当時とアメカン出た当時に描いたものを掘り出してみました。棒人間でも良いということなので思い切って、今年もライブでお会いできるのを楽しみにしてます。どうぞお願いします。はい出た超適当レベル高いな。いや勇気にみんな笑っていいんだよめっちゃこらえてるけど、ぜひ笑いは入れてくださいよ。めっちゃ
起死回生はさ、きっと絶対公開ってやってる時だし、ちょっと多分境界線ってやってる時だよね。もうなんかこう要の数の少なさとかさ、適当でいいね。ありがとうございます。これは私を描いたのか何のかすらわからない絵でした。続きまして、 SNS やめちゃったけど社会情勢も私生活も不安定でなかなかライブ行けないけど応援してます。誰誰これ、わさび、え、誰、わさびかな、わさびがサスケ出た時かな。何このあの絶妙な股の三角とかも。タッチが特徴的すぎてもう分かるもんな、いつも送ってくれてたから、ね、めちゃめちゃいじってくるんでいつも。いや素晴らしいです、ありがとうございました。なんかすごいさ犯罪者みたいな顔してたね。瞳がないんだもんな。白目向いちゃってるから。これわさびだよねきっとね、サスケのバーで落ちた瞬間じゃないのこれ。多分スルリと失敗した瞬間。素晴らしい、あの切り取り方が素晴らしいです。続きまして、いいとこ切り取ったな。あの絵の後だからさ、すごいさ、なんかこうボーダーラインが分からなかったから、プリンさんですね、ありがとうございます。では行ってみましょう、イラスト。お、メッセージ付きだ。ゆうこさん、生命のありはとても素敵すぎる曲でほぼ毎日聴いてます。これからもワーキバンド応援してますので頑張ってください、プリンより、ということでありがとうございます。あれですね、あの生命のありやの YouTube のこうサムネのアップの赤い目のやつを書いてくれたんですね。あのね、これすごいなと思ったのが、私生命のありやで初めて、いつも前髪ってこっちかこっちで分けるんですよ。ただ生命のありや真ん中にしてミスフィッツみたいにしたの。こう真ん中で寄せたんですよ。でそれをちゃんと気づいて前髪の位置を把握してる、よく見てくれてますね。はい、プリンさんありがとうございます。はい、というわけで、今回はね初回ということでここまでにしたいと思いますが、実はまだまだ来ておりまして、何回かに分けてご紹介していけたらなと思っているんですけれども、今回もあれでしょ、画伯の絵あります。今日来てますからね。すごい、すごいな、さすがにこのまま出せるやん。仕事狙ってます。なんかあのコラボ狙ってますっていうレベル。え、これあれ布どうしたんですか、布、布感貼りました。すごいっすね、ありがとうございます。これ周りのキラキラもすごいな、髪のツヤ感もいいですね、いい絵描いてくれますね、ありがとうございます。本当に売れますね、売りましょう。であれ、もしかすると、もしかして出し方よ。やっぱりで雑なの、これ何、これこれ仕事のあれでしょ、今汚い画伯はあれだよね、あの映像会社を辞めてこういうの使ってジムみたいな仕事をしてるらしくって、それでしょ、ワードとエクセル、ワードとエクセル。じゃあ見ていきたいと思います。え、誰誰誰誰、この人あったっけ、ツイッターにあげたやつって覚えてます、ツイッターにあげたやつ、ツイッターにあげたやつの鈴木。え、なになになに、ヒカキンさん、はいはい、そうだそうだの続き、あーこれしょうまっていうか、私のことここまでいじる人いないからね、やっぱね。
この顔しろって言われたらできないもんな絶対怒られるもん事務所にそんな顔するなんつっていややってもいいんだけどなって口がもうこれでしょ これでしょやめてもらっていいですかこれいやでもまつげはすごいですね相変わらずバンバンで、はい、ありがとうございますこれって下書きなし相変わらずこれ何かの裏紙だねこれ何の裏紙使ったのこれタイムシートですタイムシートあ裏紙でねありがとうございますもうちょっと大事にあの家に全部ありますからはい取っといていきますありがとうございますはいというわけであの汚い画伯と呼ばれている理由がここで分かった人が多いじゃないでしょうかということでね今回もね優勝と次点お二方選んでいきたいと思うんですがさあ今回の賞なんですけれども、考えましたスタッフみんなで皆さんメールでご応募いただいているので賞はね優勝と準優勝と言ったんですが綺麗な画伯賞と汚い画伯賞の2名にしますこれ何かというと皆さん何かしら SNS をやってると思いますので皆さんがご応募いただいたお名前からイメージした絵を今オリジナルで画伯に描いて描いていただいてそれに私サイン入れてデータでメールをお送りしますなのでぜひ世界に1枚のアイコンとして、Twitter、LINE、いろんなねこう携帯の画面とかでもいいと思うんですけども、使っていただければ嬉しいなと思っておりますやっぱりね綺麗な画伯賞は綺麗な絵にしようかと思うんだよ綺麗な絵から1枚選ぼうと思ってでちょっと私気になっているのがねあの花さんのソロのアーシャみたいなイラストか緑豆子さんの歌えびとはもう私のイメージしていたそのまんまの絵だったんですよでねそこがねめっちゃ悩むんですよ1枚選ぶの2枚かける無理OK ですかえいいですか2枚選んで今回初回記念でえ、じゃあお二方、やった花さんと緑豆子さん、綺麗な画伯の、お名前、花っていうお名前と緑豆子っていう名前をイメージして、絵を描いていただいて、それに私サイン入れてメールでデータで返信をいたしますので楽しみにしてください。どうしても返信が遅れないとか、そういうことがあった場合はですね、ごめんなさいということでこのアドレスをですね受信できるように設定しておいてくださいぜひよろしくお願いします動画の投稿日から 1,2 週間くらいには、メールで返信してお送りしますので、なるべく早く受信ができるように設定しておいてください楽しんでこのコーナー続けていけるようによろしくお願いします汚い画伯賞がね悩んでるのはねいやなんか汚いっていうか勇気を持って投稿してくれてるお子さんの絵とかはさ綺麗な絵とは争えないじゃないですかでも企画力とか発想力とかそういうところでいきたいよね汚いっていう意味じゃなくて肩にキノコ生やす発想はなかった肩にだよねあれキノコかわかんないけどよかったよねやられましたさあやっぱサバさんだねサバさんにしようかサバさんの弟さんねおめでとうございますじゃあサバさんの弟さんに画伯も推してるのでサバさんの弟っていうのをテーマに絵を描いてサインを送りたいと思いますもう描いてるんですかはい画伯も、はい、撮った人も、うん、もう汚い画伯が描いたらこうなるよっていう参加してくるねじゃあそれちょっと出しとこうひどいまた裏紙に書いてるしひどいですよ緑豆子さんの名前をイメージした
ら、こうなりました。男じゃん、もはや。これにね、私がこの辺にあのちっちゃくサイン入れるんで、はい、嫌ですね、嫌ですね。あのちゃんとここにが誰々って書いといてね。私が書いたみたいになるんだから。やめてくれよ。できた。これ何の裏紙だろう。はい、あ、鼻のような明るい笑顔。いいね、歯がいい。こういうのがあの届きます。ぜひアイコンにしてください。これも欲しいって言いそうだよね。イメージ持てましたでしょうか、皆さんね。鈴花チャンネル、はい、というわけで、このような感じですね、茨キラ TV のただいま茨城の、鈴花じゃない、ただいま茨城の似顔絵コーナーの復刻をですね、鈴花チャンネルの方で行ってまいりました。ありがとうございます。こちらの方にですね、今後も 1,2 ヶ月に1回ぐらいのペースではね、やっていけたらなと思っていりますので、ぜひまたご応募をいただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタン押してね。鈴花ゆう子でした。ラインあ、ライン、ラインだった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してね。